j r ウエストニュース今回はスマートフォンなどからご利用いただけるウェブ遅延証明書についてご利用方法をご紹介しますお手持ちのスマートフォンなどから JR 西日本ホームページ JR お出かけネットのほか JR 西日本列車運行情報アプリ移動生活ナビアプリウエスターでご利用いただけます JR 西日本 ホームページ、JR お出かけネットでは、列車運行情報欄の遅延証明書をタップします。ご利用の選択から、遅れのある時間帯を選ぶと表示します。列車運行情報アプリの場合、こちらの遅延証明書をタップすると、同一の画面を表示します。ウェスターの場合、トップメニューの、便利サービスをタップ、鉄道案内の 遅延証明書をタップすると同一の画面を表示します。遅延証明書は対象線区において5分以上の遅延が発生した場合にその線区での最大の遅延時分を掲載します。終日取得可能で過去45日分まで掲載しています。ご利用いただける線区はご覧の通りです。なお、 新幹線や特急列車は対象外です。遅延証明書の紙での配布を一部のエリアを除き終了しています。非接触非対面により安心してご利用ください。